自分の今持ってる力を全部出し切ったって思えるレースにしようと思ったので、いいレースができたんじゃないかなというふうに思ってます。決まっていく人もいれば、努力しているのを見てた人がやっぱり代表落ちしていくのを見て、すごく苦しかったですし、自分がそういう風になるかもしれない立場でもあって、どういう風に終わりたいかなと思った時に、やっぱりできる全部をやろうと思って過ごしてきました。東京の前は東京がオリンピック最後になると思ってたので、またオリンピックに行ける、チャレンジできるっていうのはすごく嬉しいことですし、しっかり決勝の舞台に行けるように自分の自己ベストを出していくことが一番メダルだったりとか、一つでもいい順位に近づくと思うので、そこを目指してやっていきたいと思います。